はいどうも、八丁マシンガンのアシエス。今回は新フェーズということでやってまいりました。ということでフェーズ14が始まったと、 e フットボール2024になる前にねフェーズ一応できるということでね、普通にリベ上げしていこうかなと思ったんですけど、面白くない、シンプルにね、普通に上げても面白くないよと。まあ僕もね、まあもうディビアンは常連になってきたということで、やっぱあの企画、いや僕はちょっとあの企画を忘れられないっていうのは、その企画が、まあ GK スカットで、ディビアン昇格目指すっていう企画やってたんですけど、まあ、あれは正直むずすぎる、無理すぎるんよ。ということで今回リベンジ企画ということで、まあ、ちょっと前よりは簡単な、まあ、縛りスカットでやっていこうかなということで、今回はミッドフィールダースカットでDB1目指そうということでやってまいりました。まあ、ミッドフィールダーがね、縛るなら一番簡単なんじゃないかなということで、多分ね、そのポジション縛りやったら一番簡単やと思う。で、まあ今回の縛りは、これですね。ポジション。こんだけあるから、ミッドフィールダー。正直ずるいかもしれん、これは。サイドハーフ、OMF まで、まあ、入れちゃう。まあ、一応これミッドフィールダー縛りです。まあ、文句あるなら、まあ、コメント書いてきてください。ということで、まあ、今回この縛りでやっていこうかなと。で、これ絞ったところ、まあ、こんだけいるよと。これいけるくね、マジで。今回ね、これマジでいけると思う。ということでね、今回こっからちょっとメンバー組んでいこうかなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価お願いします。まあ、この企画はまあ、ちょっとね、何回か続けてやっていこうかなと思ってるんでね、もうぜひもうこれからねその過程を見ていってほしいんでね、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。ということでちょっとチーム組んでいこうかなと思います。はい、ということで出来上がったスカットがこちら。勝ちました。申し訳ない、ちょっとこれ簡単すぎるな、ミッドフィールダー。一番やっぱ簡単よ、このメンツ揃ってるからね。ということでちょっとメンバー紹介やっていこうかなと思います。やっぱちょっとミッドフィールダースカット一番の難点、キーパーで、これ誰やと思う方いると思うんですけど、ね、僕も今回本気でDB1行こうと思ってるんで、ちょっと持ってきました、いい選手。ミッドフィールダー登録でこちら2メートルあります。あ、もう勝ったでしょ、勝ちました。もう身長あれば止めれるから。で、今ダブタヘッダーインターセプトエアバトルと、だからもうキーパー問題も、この、薬スクリ君でね、解消されたと。で、あとはもうこのメンツ揃ってるからね。まずライカールと、これ DMF 登録、これ先輩できるよと、勝ちです。もう普段から使ってるんで。で、先輩ね、ファビーの先輩、これも DMF 登録ですね。で、右サイドバックにジョレンテと CMF 登録と、で、こちら旗手 CMF 登録、いや左サイドバックできる、素晴らしい。で、まあ DMF は普通にアンカーロドリと、素晴らしい。で、まあ普通に OMF はイニエスタで、 CMF ロボツカと、で右ウイングにもうコマンが入ると、左ウイング OMF のリバウドで、トップは、左サイドハーフのレオンということで、勝ちでしょ。普通にガチスカやん、これ。キーパー以外もガチスカレベル。ベンチ紹介していくと、上から、まあ、三笘さん。で、フリット。これ、フリット優秀よな。フリットだいぶできるが、これ、でかいです。で、カカ、OMF。で、まあ、CMF、ウーでね。で、まあ、ガビ。で、ベイリー、ピルロ、シャビ、ビエラ。で、こっからね、大事。これ、バイチティッチね。これ、しっかりね、センバできるんよ。これ、ありがたい。あんまおらんかったからね、センバできるのは。これ、でかいです。で、ライマーね。ライマー右サイドバックできる。素晴らしい。で、ラストはもうどこでもできるカマビンガと。素晴らしい。キーパーでも任せれるから、カマビンガは。どこでもできるんでね。もうこれ最高です。カマビンガマジで最高。GK スカットよりはだいぶ簡単やろ。このスカットでやっていこうかなと思います。一回今一番簡単なレベルでクリアしようかなと思います。ということで試合やっていきましょう。さあ、ということでやっていきましょう。調子は。うわあ、まあまあ、いや、キーパーマジか。スクリ君不調ちょっと辛いな。左サイドバックはカマビンが入ってもらいましょうか。ちょっと育成してないんやけど。このミッドフィールダースカットはね、キーパーにかかってる、マジで。キーパー次第なんよ、これは。お願いします。もう攻撃とかはね、もう普通よ。普通。あれ、止まってる？あ、止まってないわ。な、下げられた。ただ、あ、いや、終わった。まあまあまあ、ちょっと俺が下手くそや。ただもう、キーパースカットと違って普通に攻めれるんで、ほら。あ、普通にいけるか。うん。
うわ、これいけるかも。いやー、今回マジでいけるかもしれん。これキーパーだけやわ。うん、守備もちゃんとやればいけるかな。これ一番簡単やわ、縛りで一番簡単。いいな、やっぱキーパースカッターね、だいぶキーパー、おいいね、キーパー本適正に助けられてたからね。それがないのちょっと痛いな。ただでかいよこっち。キーパースカットよりちょっとネタさはないけどね。あ、もういけるやんこれ。簡単すぎた、もしかして。外しちゃった。ちょっと簡単にしすぎた説が出てきたぞこれ。キーパースカットより希望がありすぎる、普通に。さあリバウド。いやー、キーパースカットはね、絶望でしかなかった。あれはなんで最初からあんなに挑んでいったんかがわからん。最初はこういうのから始めなんだね、やっぱり。でも最大レベルから言ってたからね、俺。バカやねん。だってフリーキックまずすぎるって、おい。枠内入れられたら終わりやろ、これ。フリーキックマジでやばい。俊介入れてきた、中村俊介入れてきたフリーキックのために、おい。わざわざ交代で入れてきたぞ、おい。枠内入れられたら終わり。ちょ、待って。誰か。あ、終わった。止めたスクリ、おい、こいつ優秀やわ。まあまあ、前半こんなもんや。ほら、レオンがちょっとずるいわこれ。レオンが強すぎてごめんなさい。やばい、キーパーが、あ、ナイス。いや、やるな。ただ先輩いるから。ほら、先輩いるのでかすぎるなこれ。やばい、シュート打たれた、終わる。いや、終わった。止める。体のでかさで止めていく。いや、しっかり止めてんなおい。やるな、スクリ君。取ってよかった、マジで。この企画のためだけに取りました。素晴らしいね。やばい。うわ、それはうまいわ、普通に。さ、レオンがもう、いっちゃうよ、これ。レオン？危な。危ねえ、マジミスった。普通のスカットに、ただキーパーだけ弱くしてみたっていうスカットなんよ、これ。いや、怖いな、これ。撃たれたらやばい。ちょ、終わろ。ナイス！スクリ？スクリ普通にいいぞこいつ、マジで。勝つぞ、初戦から勝とう、もう。勝っちゃっていいよこれ。やばい。来る。何も反応できてないやんけ、おい。おい、最後にやられんなよ、おい。がちょっと甘えたな、さすがに。いや、マジでやらかした、最悪だ。ちょ、なんか悔しいからもう一試合やろう。さあ、2試合目やっていきましょう、調子は。まあ、旗手がちょっとダメだな。いや、なんか逆にちょっとこの企画やらんかったらよかったかもしれん。ちょっとメンツが良すぎて、逆にこれで昇格できんかったらなんか恥ずかしいわ。こういうのってやっぱ上手い人がやるからね。はいはい、もう行っちゃうよ。あ、もうリバウド強っ。あ、もうほら、もう普通に勝っちゃうな、これ。やばい。こうなったらやばいんよ。ちょっと。あ、やばい。まあそうよね。はい。まあこう普通のキーパーでも入ってたか。キーパースカットってあれはむずすぎるから、普通に失点してもなんとも思わんけどさ。このスカットで失点したら普通に下手なのがバレるんよ。やばい。いやー、ナイスセーブ。素晴らしい。オッケーオッケー。やばい。ナイスセーブ。いや、え？普通のキーパーやん。それ止めれんの？俺がもっと守備上手くならんなあかんな。うわー、ナイスセーブ、オッケー。耐えてる。いや、素晴らしい。神。いやー、素晴らしい攻撃、今のは。気持ちいいね。カマオカナビンガ。いや、ベイリーいいね。早っ。ベイリー、いやー惜しい、やりすぎた。やばい、また最後行かれるって、やばい。俺最後に弱いねんから俺。あ、終わった。もう最後に弱すぎるって俺。え、なんでなん？え、なんでそんな最後行かれんの？ね、やばいって俺、下手すぎる。最後行かれすぎやろ。もう最悪、もう最後行かれすぎやって俺、もう最悪だ。マジで最悪、もう、ああ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、2試合して2分けはちょっと最悪やな。しかも最後に追いつかれるっていうね、どっちも。いや、ちょっと俺の甘さが出たね、最後の。まあ、ただね、まあ、このスカットでちょっと今後全然やっていけそうなんでね。まあ、これから頑張っていこうかなと
思います。ということで、よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。